どうもグリズンです。それでは今回もやっていきたいと思います。すごい雨ですね。行きましょう。声がいっぱい聞こえるね。あ、いましたね。チャーズ戦一応ね、これの、あ、やばい、ちょっとね、使ってみたいんだな、これ。おー、すごい。これはもったいない、こんなやつのために使うの。あー、来た。どっから出てきたお前。よし。でもあのでかいのもいるんだよな。いない？あ、いないな。あ、中にいますね、一人。離れてろ。よし。あ、やばいのがいる。マジか。ちょっと待って。ちょっとアシュリー。まずい。た、弾切れ。ああ、なんだ、まさかの豚に。やばいやばい、ちょっと距離取る。あ、死んだ、まだか。あ、死んだ。よしよし。こう豚もね、多分僕に攻撃したつもりじゃなくて普通に敵に攻撃したつもりなんでしょうね。まあ、それが僕がいた場所が悪かったんでしょうね。なんか声聞こえたけど大丈夫？あ、まだいるね。上かな。あ、上だ。よし来い、お前後ろいないよね。よし、必ず反撃できるわけじゃないんだな。あ、やばいな、これ死んじゃうよ。使っちゃおう。よし、いける。ダメだ、ちょっと。あ、ま、まずい。おお、なんてタイミングで回復薬が回復薬使いまくってるな。無事か。行くぞ。よし行こう。分かった。こっちだよね。あ、待って、なんかあるぞ、お宝が。ん？こっち？いや、これのことじゃないよね。
これっぽいな。そうだね。え？どこだ？お宝。ぶら下がってる、これか。よし。あとは？あっちか。ああ、そうだ。そういえばここにもあったね、これ。指輪っぽいね。あ、違った。うちの親父がね、吸ってましたね、昔、パイプ。僕が子供の頃。その香りがね、なんか好きでしたね。だから、子供の頃よく親父に、パイプ吸ってって 言ってね、吸ってもらって、僕はそのそばにいましたね。よし、じゃあ行こうか。ああ、そういえばこの家、いっぱい来そうだな。あ、こっちからだった。こっちだ。やばい、わあ、すごいいっぱい来たな。セニョリータは見つかったみたいだね。セニョリータじゃなくてアシュリーよ。あなたはルイスだ。よろしく。よし、自己紹介は終わりだ。それじゃ、何者だ、目的を言え。いい質問だ。だが残念。隠れろ、早く。ならここだ。ほら、手を貸せ。アシュリー、こっちだ。急げ。なあ、でももうこれで安心だね、アシュリーは。あれ、こいつが持ってる武器、なんとかナインってやつじゃない？なんだなんだ、キッチンナイフ。あ、違う。これでしばらくは大丈夫。準備はいいか？あとはそっちの口を閉じればな。忘れないな。よし。あ、破ってきた。キリがない。まだ入ってきてない？あ、入ってきたな、一人。やばい、ちょっと。あ、やばい。まだ来る？来るか。でもなんかさ、外にいるやつ撃つのもなんかもったいない気がするんだよね。アイテムが。あ、まずい。
じゃあ後で拾えるのかな、アイテム。最後の一発。うわ、おい、ルイス頼むよ。あ、まずい、あいつが出てきた。あーやばい、あーやばいやばい、ちょっと待って。これを使う。これで最後か。もう最後って言ってるから、これやる意味あんまりないかな。あんま意味ないかもしれないけど。おー、ちょっと待って、なんだこれは。これでもくれ。あ、やばい、上からも来んの。もう本当だよ。おじいちゃんまだ生きてる。ちょっと待って、上上。やるね。なんだこっち。やばい。やばいやばい、後ろ来てる。なんか持ってないの、他に手榴弾ある。くらい。投げるタイミング、あれ、めっちゃもったいない。ちょっと待って、これで、おお、ちょっと待って、待て待て、もったいない。違う、ちょっと待って。あー、やばい。これきついな。とりあえず窓は全部塞ごう。あ、こっからかい。ちょっとここは飛ばしちゃおう。最初さ、板が1枚しかないけど、途中で出てくるのってあれなのかな、敵が落としてんのか。ほら、ちゃんと。おお、もう来たよ。何やってんだよ、ルイス。危ない。
ちょっと待て。ホールド間に合う？あれ？なんで今？ああ！ちょっと待てよ。赤しかないんだけど。いい加減にしてくれ。よし、ちょっと待って、これでこれを作って使いましょう。よし、これで。グリーンハーブ。今ダメかだよな。プレゼントだ。よし、今ならいけるっしょ。あー、もうまたすんごいおじいちゃんがすぐそばにいるけど。よし、ここは大丈夫だ。よし、あー待てほら、あー忙しい来た。おばちゃん、プレゼントだ。シロ、主役のお出ましだ。相手してられるか。下から来るんだよな、多分あいつは。回復薬、クラフト使う。よし、くれ。やばい、ちょっと待て、お前どけ。今どういう状態？ああ、なんとか助かった。
わお。ぺっちゃんこ。あ、手が痛い。力入れすぎて。何なのこれ。アシュリー、こんな風に血を吐くのは初めてだ。何を知ってる。責任、吐血、これらはあるものが引き起こしてる。プラーガだ。そう、見たろ、あの村人たちを。同じものが君の中にいる。奴らはあんな風に変えたものが。咳や吐血はほんの始まりに過ぎない。いずれ君もああなる。あんなのになりたくない。なら君はラッキーだ。プラーガと呼ばれるその寄生体は、初期なら外科手術で完全に取り除けるはずだ。ちょっとしたノウハウとちゃんとした設備があれば。まさかお前も。心配すんな、俺に考えがある。お前らが俺を信じるなら。ルイスは元アンブレラ社の研究者なんですよね。こっからは時間との戦いだ。なぜ俺たちを助ける。俺にも関わりがある。両親の呵責さ。また連絡する。どっか行っちゃうのか。いてほしかったけどな。チャプターエンド。いや、今回大変だったな、最後。さあ行きましょう。セーブはなしで。オートセーブがね、あるんで大丈夫だと思います。よう、タバコあるか。ええ、あなた好みのな。アンバーはどこ。お、来ました。今は手元にない。それより褒めてくれないのか。よくやったルイスってな。必死で隠したんだぜ、奴らにとっ捕まる前によ。だからこうしてまだ生きてる。約束でしょ。アンバーを渡せばここから逃がしてあげる。アンバーがない、じゃあ取引もなし。細かいところまで厳しいね。いいだ。分かったよ。今から取ってくるでいいだろう。ちょうどついでもあることだしな。うん、顔が違いますね。随分なんかイメージが。コンドル1、悪い知らせよ。天候のせいでヘリが降下地点に近づけない。しばらく待機できる。無理だ、ここは危険すぎる。どこか安全な場所を探せ。悔しいわ、力になれなくて。気にするな、いざとなれば泳いで帰るさ。また連絡する。行こう。私、チャプター6。私どうなっちゃうのかな。今は無事に帰ることだけ考えるんだ。うん、村を脱出。アイテムは。新しいのが入ったぜ。なんだ、新しい敵が出てくるのか。なるほど、
夜に出てくる敵は光に弱い。うん。見ていきな。ウェルカム。ちょっと珍しいものが手に入ったぜ。ライオットが。価格以上の値打ちもんだ。約束するぜ。ノースペースだって。28,000。6.4。他には何？後悔しな。今のショットガンは 6.7。ないようにな。ウェルカム。そうね。手入れの行き届いた品ばかりだぜ。不景気なこったな。いいかな。ちょっとセーブしましょうかね。ちょっとリロードだけしとこうか。やつらがいる。見つからないように行くぞ。できるか。見つからないように。分かった。頑張る。頑張る。見つかっちゃう。あいつどこに行く？あ、戻っていくね。あ、待って、ちょっと一回戻ろう。あ、戻れない？もしかして。あ、戻れる。ちょ、ナイフだけちょっと直しときたいですね。ウェルカム。何から始める？大事に、はい、また来いよ。なんかあったな、今物が。あ、ライフルの弾か。ライフル全然使ってないな。サドラー様はおいのおうち、うん、この先を広がる。よし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 。もう大丈夫だ。あ、上にいますね。これバレるんじゃないの？ちょっと待って、今どうしよう。ライフル持ってくる？でもあいつだけのためにな、ライフル持ってきてももったいないね。近くにいろ。あ、敵がいますね。あ、バレた。やるしかない。バレた。アシリー。ん？なんで？あ、やばい。わあ、ちょっと待て。やめろお前。ちょっと待って、回復薬あるよね。ああ、ちょっと待って、アシュリーを助けたいんだけど。
かったいなこいつ本当に。よし逃げろ。ほら。あのおばちゃん火炎瓶か。アシュリー。ああシュリー、ちょっと待って。行こう。ちょっとあのおばちゃん倒しときたいな。当たってないな。倒した。よし。この上は、あ、お宝がありますね。あ、上からもう結構移動できるんですね。あれ、まだいるの？しかも火炎瓶じゃん。アシュリー。アシュリー？わあ、めっちゃ戻らなきゃいけないじゃん。アシュリーを助けるのに。あれどこ？どっから登るんだっけここ？あ、ここか。あ、でも来たね。あ、時間経つと回復するんだね自分で。よし。あ、なんか。一瞬見えたんだよね。あ、もしかしたらと思ったけど、やっぱり罠だった。あ、こっちにも。ああ、回った。ああ、ちゃんとね、下を見て歩きなさいよってね。子供の頃よく言われてたのに。よく、でもよく。子供の頃何もないとこでもうよくこけてましたね。わあ、なんかここ出てきそうですね。そんな雰囲気だ。おお、待ち伏せされてたのか。ああ、お前か。だと思ったよ。ちょっと、あれ、中にいるのか。外だと思ってた。ああ、まずいぞこれ。ちょっと一回外出よう。離れてろ。あ、っていうか、いや、一緒に行こう。オーケー。あんまりあれなんだろうね、そのこの矢の位置が高すぎちゃうとどっかに刺さっても取れないからもう消滅しちゃうんだろうね。それでなくなっちゃってるのかな。もう完全に拾えないようなところに刺さっちゃうとそうなっちゃうのかもしれないですね。待って、なんか、あ、これか。ん？え？行き止まり？あ、こっちか。めっちゃ声が聞こえるけど。やけに静かだな。うん、そうだね。ここは開かないだろうな。あ、なんか必要っぽいね。道具がいるな。
あ、いますね。上にもいる。どうしようかな。あいつはあっちに行くの？はい、バレた？バレたっぽいな。あ、外しちゃった。あれ、バレてないの？わあ、すごいね。あ、一発当たったか。本どこだ。あー、ここか。これは拾えないな。あ、っていうことは別に拾えないとこでも一応刺さってるんだね。あ、もうこれダメかな。網だからなんか、あ、ダメか、やっぱダメか。ああ、はい、言うね。まあもうお病気だからね、しょうがない。体力なさそうだしね、もともと。お、これはありがたい。あの鍵がかかってるとこに上から降りるんじゃないかな。どこだ、なんだこれは。ああ、ここで待て。ああ、そういうこと。オッケー。すごい、いや、そうだったけど。お、なんだこれ、ライフルの弾。一旦アシュリー、あそこに隠れてもらおう。その方が安心だよね。多分ここなんか出てくるんじゃない？こんなに広くてさ、敵が2体だけってことないよね。これ何？ウサギ？あ、ウサギか。あ、あれがある。でお宝をゲットですね。ここは一番最初のとこだよね、この下は。向こうから来たんだよね。あ、ジャンプしちゃった。あ、降りちゃった下に。あ、でも下はまだ来てないか。おお、すごい。そんな技やる必要あった今そこで。お、新しい敵だな。チェンス、おばちゃんチェンソー。レディのおもてなしとは光栄だね。あ、開かない。開けてくれてサンキュー。おお、普通の敵もいるね。さあ、どうしようかな。くれてやるよ。よ
よし、とりあえずあのチェーンソー。おお、なんだ上、やばい。いる後ろ。あ、いるな、来てるな。あいつか。あ、そっか。あ、待って、あ、待って、そんなんやめて。あ、なんかあるぞ。やべやべやべ、邪魔邪魔。なんだなんだ、どうしようかな。やばい、ちょっと待て。ショットガン作っちゃう。違う。まだまだ生きてた。自分を守ってる。なお、やめて。おお、アシュリーなんで出てきた。やばい、弾が弾が切れる。なんか、まだそうね。しようか。あ、待って待って。チェーンソーのやつはどこ？危ない危ない危ない。やめて。チェーンソーもういない？あー、いけない、ちょっと待て。じゃあ降りる。もったいないな、ここで使うの。チェーンソー
の人倒したっぽいな。いないもんね。あとこれだけ？違う。行くか。固まってるしね。お、倒した？お前だけ？いやお前やめてそれ。あ、ない、ナイス、ハンドガン。違う、これで全部？ああ、終わった。ギリギリだったね。弾がもう限界でしたね。ああ、びっくりした。アシュリーか。あ、ショットガンの弾ここにもあったね。サファイア。さっき最後にあのチェーンソーの女を見たのはこの上だったから、そこにも多分なんか落っこってんじゃないかな。あ、ありましたね。クランク。ちょっと探索しましょう。倒した敵のね、落とし物があるかもしれない。どうした？大丈夫か？こんなもんかな。他は特にないですね。よし、じゃあ行こう。怪我は？ないわ。大丈夫。今のところ大したもんだ。鬼ごっこの名人になれるんだ。何それ、全然嬉しくないんだけど。鬼ごっこっていうよ、いうよりもね、かくれんぼだね。ずっと隠れてたからね。でも助かったよ、あのロッカーがあってね。なかったらアシュリーを守りつつ行かないといけないからね。このん？これで中に入るの？もう戻れないね。じゃあリロードして、あ、頭が、頭じゃなかった、ショットガンの弾。ちょっと違う、間違えた。よし、 OK。 じゃあこれも。でかいやつだ。全く効いてないね。ああ、もう完全に戻れないじゃん。来たね、お羊よ。アシュリー、逃げるぞ。やばい、急げ。キャー、わかるけど気持ち。おー、ナオ、うっそ、もう奴らを切りするな。
ゲームオーバーえ、どうせっていうのはあれをあれをかわしながら行けってめちゃめちゃ大変だな。アシュリーちょっと頑張ってもらわないとね。これ使う？よし、ここは飛ばしましょう。急げ！あ、もうあれも表示されてないじゃん。アシュリーに離れるなとか逃げろとか。あ、そう。え、なんだこれ TNT 撃っちゃった自分から。あ、待って待ってよ。もうまるで映画のワンシーンだな。もうホラー映画によくあるようなパターン。冗談だろ。大丈夫。走れ。よし、危なかった。よし、これであいつも来れないでしょさすがに。もう戻れないねこれで。いいか、やつの狙いは君だ。やつを見たらとにかく逃げろ。お、あなたは武器や。必ず食い止める。かっこいい。立ち入り禁止。ああちょうどいいっすね、時間的にもね。なんか新しいの入ってる？絶対損はさせないぜ、ウェルカン。それで、ああ新しいのはないね。何がお望みだ？はい、また頼むぜ。はい、ということでね、今回この辺にしようかなと思います。どんぐらい進んでるのかね。なんかあのネットでこれをプレイする前にだいたいクリアまでどんぐらい時間かかるんだろうと思って調べたらね、16時間、まあなんか見るあれによっても違うんですけど、だいたい10でも15時間以上はなんかかかりそうな感じなんですよね。で僕の動画1時間ぐらいじゃないですか。うん、でまあ僕が下手っていうのもあるんで、多分1本1時間としても20時間以上かかるんじゃないかなと死んではやり直してをもう考えてね。そうだから、まあどんぐらいでこの、まあでもバイオを今まで上げてきてもそんなに長いってことはなかったんで、オープンワールドでもないんでね。そうだから、まあそんなに時間はかからないんじゃないかなと。まあ、多分半分ぐらいは行ってんのかな、わかんないけど。まあとりあえず、よかったらね、また次回よろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。